はい、こんにちは。日本改革党靴田亮でございます。参院東京選挙区に立候補中であります。森眞子様、水利魔法様、ウリナラマルナマ様、タビリン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。夕方いたですね、有楽町駅でご支援いただきました女性の方、誠にありがとうございました。お声掛けもありがとうございます。今日は練馬区杉並区あたりで活動しておりました。練馬駅で夫婦別姓反対を叫んでまいりました。まあチラシには書いてませんけれども、日本人なら当然のことですよね。なんで別姓の韓国のような後進国の真似しなくちゃいけないのかっていうね。おそらくですね、別姓推しの辻元とか福島みずほとかは祖国と同じにしたいっていうことで別姓をしてんのかなって勘ぐってみたり、それと相手のせいになりたくないなら結婚しなきゃいいじゃん。なんか訴訟をしてるやついるみたいですけど、結婚より自分の性が大事なら最初から破綻しとんだよね。自分の性がこの人との結婚よりも大事であるって思ってんだったら、結婚にそんなに価値を見出してないってことですよね。最初から破綻してる。だから性が変わるのが嫌っていう人は結婚しなきゃいいんだよ。あるいは相手にうじのせいになってくんね。で相手も嫌だったらやっぱダメなんだよ。その結婚は無理なんす。相手のことそんなに好きじゃないんですと私は思います。こんなところに文科省がけしからん。というわけで、留学生に金ばらまくのやめろって文科省前で選挙活動してまいりました。文科省はですね、建物古くて防音大したことないから窓ガラスも薄いっぽいし、中まで絶対聞こえてんな。ざまあみろ。すごい辺りにね、辺りのビルに響き渡っちゃって、エコーがワンワン聞いちゃってですね、ちょっと話しにくかったであります。吉野家が円安の影響でカリフォルニア米から国産米に切り替え中で完了したと発表がありました。ネットの反応です。っていうか今まで国産じゃなかったのかい。米まずかった。国産使えよバカ野郎ということでね。国産じゃなかったのが吉野家のバカ野郎ね。道理でしばらく前の吉野家のうまくなかったな、なんか炊飯器のせいかな、ちょっとくせえなって思いながら食ったりしたんですけど、こういうのが円安の目に見える良さであります。物価高ガーって、叫んでる連中、自民叩きしたくて、は誰も輸入品だけ食って生きてろって言ってねえべってね。国産品だったらば同じでしょ、思うんですけれども、円安進めばね、小麦や大豆の国産の復活あるで、円安に文句言ってんのは外国のスパイです。はっきり言っちゃうと、安いのが取り柄の中国製、韓国製、売れなくなんじゃん。それを心配して、円安はダメだって言ってんだよね。スパイの餌も減らされるじゃん。円安になると毎月もらってたスパイ代も目減りしちゃうじゃん。あ、増えんのか。増えんだな。違うわ。中国韓国が貧乏になるとスパイ役立たねえななんつって切られちゃう恐れもありますしね。高度経済成長時代は1ドル360円でした。帝国にとって円安が基地であります。360円と円安が基地までの理屈が分かんない人は、まあまああれなんですけどね、1ドル360円だったからガン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 世界中に品物売れて高度経済成長したとも言えるんですよね。ですんで帝国にとっては円安が良い、悪い円安なんか
存在しませんからね。最近なんか変な言葉作っちゃって、言ってますけどね、最悪でも。ロシアのウクライナ侵略で国防力強化機運が高まったことに危機感を覚えた立憲の泉健太くん47歳児。どんな敵でも対話する。これが本当の外交だ。とか、新宿でほざいちゃったみたいであります。外線でね。ネットの話、ならなんでちょくちょく審議拒否してんの？何十日も審議拒否して国会サボってなかったっけ？現実が全く見えていない。お前らの頭が悪くて対話にならない。で、具体的に何すんの？こいつらはチンピラに絡まれても対話なの？強盗に入られても対話？対話って、いや、外交って、後ろに軍事力があるからできるんやで。どんな時でも対話する。これを実現するためには、核兵器が必要なんですが、というようなね、憲法審査会をですね、日程を決める幹部会をサボることによって、開かせなかった立憲、まあ、共産もですけどね、何癖つけて、審議拒否して、国会18連休を満喫した立憲。蓮舫なんかその間台湾かなんか行っちゃって、なんかね、こじゃれた写真、インスタかなんかに上げちゃって、てめえ国会サボって何やってんだよ、みたいな言われて、おりましたけれども、自分らの気に入らない答弁は、納得できる説明をとか、ギャー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 言って、全く対話にならない立憲。そんな奴らに対話って言われたくないやつら。お前らだけには言われたくないって感じでしょうね。話せばわかるって言ってる口に銃突っ込まれて撃たれるのが世界の常識ですよ。対話してくれないと核攻撃する。これが世界の常識ですよ。中国や北朝鮮や韓国のような話すどころか殴っても上がんねえような何言っても、全然話になんねえような国もあんのに、何言ってんのかな、泉健太くん47歳児はな。立ち草とは早く滅びてくんねえかな。これを見ても、私はそう思います。というわけで、選挙活動もあと4日か。ちょっと予定は未定ですけれども、最後の日ぐらい。7月9日ぐらいはまた、告知して凱旋やろうかと思っております。よかったら、その時はいらしてください。デトックスジャパン。